いえ、ノーティです。今日は2トントラックだね。これはトヨタのトラック乗って今日は荷物を運んでます。そんな感じ。ちょっと今日、今美味しいお好み焼き屋さんあるから、ちょっとそれ紹介しようかなと思って、こっち寄ったんだけど、やってっかな。やってるっぽいね。はい、こんにちは。これ焼き1つ、うん、はい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 、ありがとう。200円だから、これ150円だ。ちょっと安かったな。全然上がってないんだね。そんな感じで、今東北道乗ったんだけど、結構混んでんのかな。あったかかったからみんなどっか出かけたっぽいね。羽生うどん、これ関西名物、俺がガキの頃から食べてるやつなんだけど、ちょっとなんか小さくなった気がするな。サイズになってくるか、一回り値段は一緒なんだけど、150円なんだけど、一回りなんか小さくスマートな気がするな、サイズは。まあこれうまいから、小学生の頃から通ってね、こう、まあうまいんで、いただきます。あるんで、どんどん紹介していきたいと思うんで。
ぜひ羽生に行った際はちょっと立ち寄ってみてください。そんな感じ。やっぱ2分は低いな。